私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。このままここに泊まって明日も一緒に。トキーアイナへの魅惑のお誘いに胸キュン。振り返ると23年間。この23年間の芸能生活はまだ未完成ですが、たくさんのオリジナル曲をいただきました。その曲に汗と涙と悔しさといろいろな思いを封じ込めています。ラストのコーナーで生まれてきたら愛すればいいお歌い終えると愛することは大切ですね。自分も愛して生きていきたいです。人の悪口言ったらバチかぶりになります。良い言葉を発していつも明るく生きてほしいです。皆さんの幸せが自分の幸せですから。そうおっしゃると続いて歌う限界突破×サバイバーについて背中を押してもらった歌です。四方八方塞がっているところから自分を解放してくれました。と、20周年を前に、清さんがどんな心境だったのかをこの言葉から私なりに想像して胸がいっぱいになりました。ラストの革命前夜では幾度となく涙ぐみながら歌ってくださり、前人未到の数々の勝歴や記録の更新も一旦休止して、人気絶頂中に一旦活動を休止してお休みすることは大きな革命なのだと思ったのです。きっと多くの方が、清さんを引き止めようとされたでしょう。清さんのことを思って、あるいは日本の歌謡界の未来を思って、諭そうとされた方もおられたはずです。清さんは、もろもろのネガティブな要素も了解した上で、すべてを自分で決めたのですね。革命前夜とは、今現在とこれからの大休み期間中のことなのではないでしょうか。清さんは、十分休んで英気を養ったら、また新たな一歩を、それこそゼロからのスタートであっても歩み出す。その一歩、一歩が革命になるのだと、私は了解したのです。ね、今日このままここに泊まって明日も一緒に。清さんの言葉に、それが 1000% リップサービスだと分かっていても、それでも嬉しくなってしまって。ピリオド。じゃあ泊まるから。ダブル引用符と拍手で答えたのです。ショー。6月11日の夜の部でのこと。お客様が演出してくださっているんです。よ。拍手でキャッチボールして。不思議ですね。熱い拍手をいただいたら、今日は1日2回公演で疲れているはずなのに、力が湧いて熱唱、熱演しました。と。さて先に、明日6月13日は、有吉ゼミ2時間 SP に清さんが出演されます。花丸さんと桜市にいらして野草を堪能されたそうですので、お見逃しなきよう。佐伯直さんが、ケイトがショコラお嬢様の影武者の紛争で、ドレスを着てとうとうと語るラストのセリフに心洗われるとおっしゃっていて、愛言実家加さんも、10代から舞台に立っているけれども、セリフを聞いていて泣きそうになったのは今回が初めてとおっしゃっていました。私、このお二人の言葉に、清さんの初座長公演での私自身の体験が思い出されたのです。清さんはあくまで演技をしているのだけど、いつしかそれが演技を超えたものになっていると言ったらよいでしょうか。その主人公と一体になり、主人公の生き様が清さんの未人生とシンクロして、まるでその主人公の人生が、氷川清の人生の一部になっているというか。だからこそ、そのセリフは演技を超えた真実の言葉になり、聞く人の心を打つのだと思うのです。そう、清さんのお芝居へのアプローチは、歌に対する向き合い方と等しく同じなのだと。テクニックや技量を超えたその先にあるものを表現できる稀有なアーティストであり、そのためにその魂を、そして時にはその命さえ惜しみなく燃やしてきたのではないかと、そう感じています。そういえば、どんな音楽が好きかと、ヌガー公爵に聞かれた時、バハやモーツァルトなどの名前とともに、初日は美空ひばりとおっしゃっていましたが、この日は氷川清と、ショー、やだねったらやだねのセリフもあって、笑いが溢れていました。第2部のコンサートでは、6月3日にスタートしてこの公演で11公演目。ありがとうございます。
そうおっしゃると、その場でお辞儀をされたのですが、その時もマイクを通さずに、頭を下げながらありがとうございますと言葉にされるのが見て取れ、その真心にジンときたのです。コロナ災いですが皆さんになんとか元気になっていただきたいという思いで舞台に立っています。お芝居の世界に入り込んで日常を忘れて思い切り笑っていただきたいです。名古屋の味噌の座公演まで全90公演。みんなで一丸となって頑張ります。今、カフェで出しているキーアイナカレー。すごく気に入っているんですけど、予約が取りにくくて申し訳ありません。やっぱり満席にすると、まだ、あれだから、あれしてこれして、それしてるんですよね。生活するために、衣食住があって、音楽は心の栄養だと思います。自分は子供の頃、歌で励まされましたから、歌というのは人生なんだなって思います。振り返ると23年間、この23年間の芸能生活はまだ未完成ですが、たくさんのオリジナル曲をいただきました。その曲に痩せと涙と悔しさといろいろな思いを封じ込めています。と、ここで6月21日に発売される氷川きよしオリジナルコレクションボル01から演歌に歌謡曲の世界からのお知らせもされ、30曲、いい曲ばかりですよから、作家の先生方が素晴らしい曲をくださいました。私なんか大したことありません。と、私も9月6日でまた一つ年を取ります。96歳になります。清志さんの言葉に、ざわめきが起こると、96歳になった心意気で生きていきたいと思っています。と、言い添えられました。清志さんがお茶会をされている間、司会の西売東さんが、トークの中で、五十肩になってしまい、2日間、右手が上がらなかったそうですが、この日は、すっと上がるようになったとのことで、颯爽と、右手が上がったこの日を忘れません。とおっしゃっていました。どうか大事になさってくださいね。6月9日の休演日の話題になると、休演日することないんですよね、から、錦織さん、何されてました?西寄さんが、錦織さんになってしまった清志さんに、テニスの方じゃございませんというようなことを、きっぱりおっしゃると、家の近所のコインランドリーに行って乾燥機を2回回して2回公演でした、よ。と、すると、コインランドリーって前の人の毛とか残ってたりしないんですか?自分、潔癖だから、そういうこと気になるんですよ。エレベーターも、鍵みたいなの。ドアオープナー、で押してます。電車でも上のところ、こうして、つまむようにして、掴んで、と実演してくださり、さらに、捕まらないとこうして腰を落とさないとならないで、しょ。と、またまたデモンストレーションを、電車にはお乗りにならないから大丈夫じゃないんでしょうかとの西寄さんの言葉に、プライベートで乗るときあります。この間も渋谷で乗り換えなくちゃならなかったんだけど、下、渦盛りになってるじゃない。筋子がいろいろあって、自分、どこにいるの?って、それで電話して、マネージャーさんに、結局戻ることにしたんですよね、から。と、清さん。さらに西寄さんが、新宿も随分変わるそうですからわからないんじゃないですか?そうおっしゃると、あっちにもこっちにも筋から筋から筋から、御堂筋。と、小。そして、なんと、大阪ラプソディーを、カズコーラスアカペラで歌ってくださったのです。西寄さんが、お忙しい、中新谷美紀さん、高田大美さん、水森秀夫先生、高田文夫先生、事務所の後輩の皆さんがすでにご来場くださっています。と紹介されると、清さんは、こっちから誘いにくいんですよ、から。自分から言えないんですよ。人見知りが激しいから。それなのによくこんな仕事やってるなって思います。そうおっしゃると、その話題から、頑張って喜んでいただけることが嬉しくてこれまでずっとやってきましたけど、どこまで頑張ればいいんだろうっても思うようになりました。頑張って、頑張って、どんどんエスカレートしてしまって、ピリオド。清志さんはそれ以上を言葉にされませんでしたが、清志さんの眼差しを見つめていたら、
だからここで一度立ち止まって少し休むことにしたんだよ、という声が聞こえてきたような気がしたのです。ここで有吉ゼミ SP のインフォメーションをされると、山の中は行って野草を取りました。ヨモギが好きなんですけどね、背の高いのじゃないと犬のションベンがかかっているから気をつけないと。毒ダミも臭いですけど、好きですし、春塩は天ぷらにしていただきますよ、とお話しされていました。バンドメンバーを紹介された後はグズ紹介。今回はジュートバッグとクッションを紹介されたのですが、ジュートバッグでは、朝でできてますのよわかります？朝、で、おわかり？と朝おれんこ。ジュートバッグは初日に購入してすでに愛用している私ですが、おわかり？という言葉に大きくうなずいたのでしょう。そしてクッションはカバーが外せて、中綿にもさらにカバーがついていて、さらにそれも外せてダブルで洗えるようになっています。現在はアルセーヌ・ルパン風の男性の画像ですが、他劇場では違うバージョンが販売されるかもしれないそうです。カバーが外せて洗える話題がエスカレートして、何をこぼしても安心ということを強調されようとして、どんな汁をこぼしても大丈夫ですという展開になると、清さんのお目目がキラリ、西寄さんの質問を受けて、何の汁って、お腹が痛くなった時に出る、あれ、しんとしちゃったから、と汗、皆の渋い反応に、これで剣割ったらそれまでの自分だってことだから、清さんはそんな風におっしゃったでしょうか。もうから甘えん坊なんだから、気合いなが何をしても好きよ、って皆に言ってほしいんでしょ。そんな清さんに、またそんなこと言ってから、と西寄さんがフォローしてくださいました。ほんと甘えん坊なんだから、から丸、私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。